段岸だったらああいうのないんですよ。ああそうですね。レフトが出てきておお島内よく突破。最後はスライディングキャッチでした島内。いい突っ込みで、そうですね、はい、よく追いつきました。今日は朝ドラにしろレフトですが下がっていきます。まだ下がっていってどっかに追いつきました。最後は完封してしまう力合わせるバッティングは左中間に上がっていますがレフトすごいポジションだなと。そうですね、左へラインの外です。フォローよく追いつきました。先ほど一発の島内バースデーメロディー行きましたが、そのバースデーメロディーがヒットになりませんか。ナイスプレーですね。これは島内がパーティーブレーカーになりました。初球捉えて強い当たりですがレフトの前倒れ込んだ。それを見て荻野ホームに帰ってきます。初球からいってレフトです。追いかけていってファウルグラウンドよく取った。いやー島内よく取りました。最後野口さんボール半分初球いきました。レフトですが前に出てきて追いつきました。